介します。これから秋冬どんどん寒くなる中で、まあ、何を着たらいいの、何を着て走ったらいいのっていう方非常に多いかと思います。また、まあ、いろんなブランドで、海外のブランドもそうですし、日本だとまあヒアネスっていうランニングブランドとか、そういったブランドの中で今話題のメリノウールのウェアっていうのがなんとワークマンでめちゃくちゃ安く手に入ります。今着用しているのがワークマンのメリノウール、メンズの LL サイズ、1990円です、はい、でかなりメリノウール、あの高級な羊とかから取れる毛なんですけども、かなり保温性が高いっていうのでかなり話題です。でここ最近も、まあ、いろんな海外のアウトドアブランドだったりとか、先ほど紹介したヒアネスというランニングブランド、そちらでもメリノウールを使ったウェアなんかもバンバン出ています。で保温性はもちろん、まあ、あのちょっとこう環境に優しいとか、なんかそういった意味も込めて作られているプロダクトだそうです。でどうしてもやっぱそういう高級なメリノウール毛を使ったものになるとかなり値段も高く、まあ、1万円前後とかもっとするものが多いんですけれども、ワークマンだと1990円という破格で手に入ります。で実際に着用してみて今日は10キロ走ってみました。で、自分はこのメリノウールの上に少し、まあ、風よけっていう形で、こういったナイキのシャカシャカウィンドブレーカー的なものを着用して走りました。で最初の 2,3 キロかなりこう暖かかったです。気温は外14度で、そこまで寒くはないんですけども、まあ、風は適度にあってやや涼しいという段階で、走り始めてから 2,3 キロ、まあ、だんだんかなりこう温まってきて、かなりすぐ発汗するぐらいでした。で後半、最後の8キロ9キロとかになってくると、だんだん、まあ、汗はこう、かなり暖かいんですけども、まあ、汗をこう吸ってくれないというか感じがするので、どうしてもちょっと汗びえっぽくなってしまうんですけれども、十分あのランニングの時には使える、一つかと思います。生地的にはちょっと薄くて、まあ、風通しもいいので、こういったメリノウールの上にウィンドブレーカーを着ると、十分ですね。気温14度とかでもかなり暖かく走れました。なのでちょっと、寒さが気になるとか、まあ、短い時間で走りたいけどすぐに体温めたいよって言った時にはぴったりかと思います。また例えばマラソン大会のレース前のウォーミングアップとか、すぐに体温めたい時にも非常にぴったりかと思います。またあの、まあ、普段着、例えば今ユニクロだとヒートテックとかそういったものが出てると思うんですけども、まあ、その代わりとしててもかなり十分使える素材かと思います。かなりぴったりした作りなんですけども、自分はあえてサイズ展開 ML、LL の3つのうちの一番大きいやつを着用しました。それでこういうあのちょっとゆったりした感じなので、はい、でスリーブも肩の部分もラグランと呼ばれる上とか打った時にもつっかえがないような作りになっているので、非常に着心地は抜群です。はい、ということで長々ご説明しましたが、ぜひワークマンのメリノウールで、検索をしてみて、ぜひ気になる方は着用してみてください。まあ、かなり寒いのが億劫だよっていう方にはぴったりの商品かと思います。はい、ということで自分は今日ですね、このメリノウールのインナーの上にこんな感じで走ってきました。はい、ということで今回はメリノウールワークマンのインナーをご紹介しました。このチャンネルではランニングに関することとか、ランニングギア、様々な情報を発信しておりますので、ぜひ他の動画もご覧ください。また SNS、Instagram、Twitter やってますので、そちらのフォローもお願いいたします。では、引き続きいろんな動画見ていただいて、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。